早いでしょ。はい、すごい早い。そう、結構フレージュのグラデーションのカラーをしたいということなんですが、こんな感じのやつで、僕がちょっと思ったのが、彼女の髪質にあるんですけど、反射がちょっと綺麗になりづらい髪質で、結構細かい姿勢があるんですよ、チリチリチリと、ね、すいません、とにかく時短で全体をやろうかなと思うんですけど、であと彼女根元が相当メラニン色素がしっかりされてる髪なので、そこが赤く出やすいと思うんですよ。ちょっとオレンジっぽくなってしまったりとかっていうことありますか？オレンジというか、アッシュにしたくてもちょっと赤み出ちゃうなみたいな。あ、赤みは結構出ます。そうですよね、はい、そこを綺麗にな、ツヤとそのなんか透明感っていうのをどうしても出したいので、今ブリーチをしてトリートメントの、前処理剤というか一剤をちょっとつけて、これからアイロン入ってきます。時間的にはあんまかかってないですよね。かかってないですね。いい感じですね、うん、はい、でかなり今やっぱりこうボワーッと広がってしまう感じの癖がちょっと終わりになりますので、これをちょっと抑えていきたいなと思います。はい、アイロン180度2本で切ります。痛かったら言ってください。はい、結構髪の毛のもつれがあるんで、これはシェイクアイロンって言って、アイロン入れながら、シェイクさせていって、それでほつれを取りながらですね、やっていきましょう。最近はもうほんとこのコームしか使ってないんで、かんざしみたいな頭ちょっと使います、はい、横シェイクと縦シェイクがあるんですけど、縦シェイクの方が結構伸びがいいんですよね。ちょっと検証した結果を、ちょっと今見えないと思うんで、サイドとかで、でこれ今このコーム、なぜこのコーム使うかっていうと、普通のリングコームだと引っかかるんですよね、結構で取るときに時間がロスするんで、あまり僕は使いたくないかなと思います。こう左手に持って、ちょっと動画逆になっちゃうと思うんですけど、はい、これで取って止めて、これでスライスを取って刺してアイロンみたいな感じの流れです。で、上下のシェイクですね、この上下シェイクを入れてい きながら、ほつれを取りながらですね、入れていきます。まあ、毛先の方は後でちょっとやろうかな。これを取って、はい、スライス取ってここに刺して入れていきます。そうすると早いと思いますね。でこれは上下シェイクすることによって、サイドシェイクよりも空気のこの2つでこう冷ましてる、無理やり冷ましてるので、空冷ですね、空気で温めたのを冷ます感じです。そうすると髪のダメージも抑えれますので、温めた状態を早い段階で冷まします。そうすることによって、形が記憶しやすいですね。なので早い段階で冷まさないとなんかだれちゃったりとかするんで、この時も、体の位置結構大切で、これがちょっとずれちゃうと根元からのアイロン入れれないので、ちなみに今完全ドライの状態でやってます。でこれで伸びなかったらちょっとまたちょっと調節してやろうと思うんで、一時期結構ウェットアイロンもちょっとやってたんですけど、ウェットアイロン最近はちょっと僕はやめて違う方法でやっていきます。これ、ね、抜くときに普通のコームだと引っかかっちゃうんですよね。なんでこれがいいです。
はい、ダブルアイロンで、入っていきます。ちょっとさっきバックで見えなかったと思うんで、今度はサイド今入っております。で、上下シェイクってこういうことですね。で、左手でがステム決めたら右手で振っていく感じですね。そうすることによって、ちょっと 空気で冷やしていく感じです。まあ、髪の毛もやけどと一緒なので冷やすっていうことが大切ですね。こんな感じ。あと振ることによって水分、毛圧ナイフの水分が飛んでくれるので、ちょっと水抜きが早くなるかなと思いますね。やっていただくと分かるんですけど、結構水蒸気が上がるので結構水抜きができます。はい、温度は180度でやってます。2個使う理由としては温度落ちだったりとかですかね。温度一定に入れたいので2個使ってます。手先に行くに従って振り幅を大きくしていくことによってより空冷がしっかりなってきて、毛先の方は根元よりかかりやすいので振り幅を大きくして僕は行きます。まあ、このやり方も別にあるわけじゃなくて、これも勝手に僕が考えたやり方なので、まあ、皆さんいろんな意見があると思うんですけど、まあ、僕はただこれでやってるというだけなので、まあ、普通にやった方がいいかもしれないですし、この方がいいかもしれないですし、はい、で毛先はまとめて、コームが細かいやつですね。それで、これもですね、細かいのでちょっと振りながら、ちょっと振っていきながら入れますね。こういう感じです。このような感じに振ります。こうですね。はい、このように振りながら毛先はちょっと振り幅を大きくして空冷をしていきます。これでツルッとねなりますので、ちなみにヘナの、ヘナウォーター、ヘナジェルつけて、今アイロン入れてますね。ヘナウォーター自体にはキト酸とかも入ってるんで、ちょっと熱与えてですね、ちょっと定着させるというか、まあ、トリートメント効果もあるのでっていう感じで全体入れていきます。で、これでブリーチしてアイロン入れたので、フラットリートメントの続きをやっていきます。これで面のツヤが多分出たんではないかなと、あとダメージレベルがちょっとあるのでどうなるかわかんないですが、あとはシャンプー台の方で処置をしていきます。と、今バーッと進めてきたんですけど、今でだいたい2時間ぐらいでブリーチして、フラットリートメントって言ってちょっと癖を取るトリートメント、ストレートトリートメント終わってカラーも塗布してます。で、してないのが今根元のカラーをまだ塗布してないので、カラー塗布してるんで、この上に、材液に対して根元の必要な薬を今入れましたので、ここから根元をちょっと塗ってとりあえず終わりという感じになるので、時間としてはかなり早いと思います。早いでしょ？早いです。すごい早い。そう、結構で、彼女の場合根元がですねちょっと赤みが出やすいんで、ちょっとそこも考慮しつつ、カラーを作っていきたいと思うので、根元はちょっと沈めちゃおうかなと思ってます。で、根元の方はあまりブリーチやってないので、沈めてちょっと暗めにしちゃおうかなと思ってます。それで赤みをちょっと抑えちゃおうかなと。では塗ります。ちょっとハケで塗った方が早いんで、今日はちょっと時短バージョンなのでハケで塗っちゃいます。それ6時間講座だね、本当マジでこれ美容室やったらすごい、2時間、6時間コースぐらいかかるよ本当。ブリーチしてさ、ブリーチでやっぱり2時間かかるでしょ。で、その多分ストレートにするので2時間かかるでしょ。
しょってカラーしてなんだかしたら2時間ぐらいかかって6時間、まあ、あとは仕上がりですよね。ただ早ければいいって問題じゃないなって、仕上がりがちゃんとなってないと思います。はい。なんかええって感じ、ただ早いだけじゃなくて感じ持ってます。はい、でこれで、根元塗り終わったので今度はですね、根元から綺麗にシェイプして終わりという感じですね。このままだと跡がついちゃう可能性があるので、ちょっと根っこの方から綺麗にコンロをしていきます。で、終わりです。それだけかな。そうかな。ちょっと目に痛いかもしれない。それいきます。まあ、使わない。落ちてる毛とかすごい細かいやつが傷んでる枝毛なんですよ。それ取るだけでも分かりますか、結構つるって触ってもらった方が分かる、うん、あ、本当だ、結構違いますよね。染めた毛じゃなくなった違いますよね。トリートメントしただけみたいな、すごい結構違うんですよ。今日、はい、終わりました。終わりました。結構巻きでやったので結構メニューが濃かったので上手にやりました。ブリーチしてストレートにして色入れてみたいな感じですね。あとちょっと切りました。はい、どうでしたか。なんか結構ちょっとまっすぐになりましたよね。すごいストレートになりました。私もともと癖毛なんで人結構強いんですけど、でもそれなのにまっすぐになってくれたんです。結構難しいかもね。通常矯正だけで、矯正っていうかそのストレートだけで担当してもちょっと難しい癖のモデルさんなので、ちょっとじっくりやりたかったかなと思うんで今日はちょっとじっくりできなかったですけど、色も結構赤み出やすいんですけどかなりグレージュになったのでいいかなと思うんですよね。はい、すごく気に入ってます。色抜けもね、多分すごく綺麗に抜けていくはずなのでこれから楽しめると思います。はい、頑張って。もうちょっとね、彼女ロングの方が似合いそうな気がしたんですけど今日ダメージがすごすぎてちょっと少し2センチぐらい切っちゃったんですよね。と枝毛っていうかな、なんかその生え変わりの毛かそぎの毛なのかわかんないですけどすごい中にあって、それが逆に膨れちゃうからそれをかなり切るのに時間がちょっとかかりました。手触りは、手触り意外と手触りは良かったです。大丈夫ですね。はい、はい、終わります。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあねー。バイバーイ。